本タメ唐揚げ唐揚げタメトーク、イエーイ。今日は撮影最後ですね。はい、はい、一日のうちの最後の日ですけども、うん、はい、今日はなんとですね、うん、いろいろ豪華な食事をご用意したんで、やった、ありがとうございます、はい、食べ物を食べながら、やった、はいはい、そしてあわよくばですね、今後飲食の案件なんかも受けたいなという、あ、その練習なわけだ。そうです。じゃあ我々が美味しそうに食べよう、はい、そうですね。ということで今日の、メニューこちらがございますすごい、え、ガチじゃん。え、カレーですね。赤いよ。激辛？辛そうだね、なんか。だったら怖いね。なんかいきなりそういうチャンネルになったんだ。うん、やらなそう。どうですか？見せてもらっていいですか？ありがとうございます。はい、美味しそうなカレー。ちょっと食レポお願いしますよ。まあ、いいですよ。見た目からちょっと。はい、うん、見た目なんか赤いですよ。ちょっと赤い、辛そうではあるね。かわいいな。辛そう、うん、香りも辛そうですか？でもいや、香りは別にそんなに辛くなさそう、うん、スパイス、なんかそのスパイスの辛そうな感じはあんましないですけど、はい、じゃあ行きますか。なんでカレー出てきたんだろうね。カレーでいいんですかそうですね、カレーは確かにでも練習台になるかもしれない、ね、あ、食レポの、うん、あ、でもブランチでね、まあそうですね、あの6年ぐらい食レポやってた、はい、やってたんじゃないですか。やってました。見本が見たい、まずじゃあ。そうですね、これで1人ずつですから。そうですよ、ね、出てきました。うん、どうやってやるんですか。だからじゃあそう、ちょっとそこはね、もうちょっとスプーン入れちゃったけど、はい、基本を知りたいから俺は。じゃあちょっと1回今スプーンをちょっとまあ置かせていただきますけど、はい、これで出てきました。出てきました。出てきましたらカメラさんに向かって、うん、そのビジュアルをお伝えするわけですよ。うん、2色2色でやってます、はい、そうですね、2色、うん、でもこの場合あったらなんかちょっと赤みが強くてなんか辛いんですかねみたいな、はいはいはい、イメージさせるようなね、イメージが必要です、はい、で一個一個が一粒が際立っていますね、うん、お米が、はい、あ、まあでもそれも大事ですね、うん、このツヤがあるお米ですね、うん、とかあと香りですね、なんか、うん、でも香りは意外とスパイシーじゃなさそうなんで、もしかしたら辛くないかもしれないですねみたいな。なるほどなるほど、はい、家の炊飯器で食べる、今言ってること、そう言ってること、はい、一応その例を、なるほど、はい、今は本場じゃないのね。あ、じゃあそういう感じでじゃあちょっと言ってみましょうか。さっきに申し訳ないんですけど、あのインサート撮ってもらっていいですか。あ、私が、あ、なるほどねあ、私がね、写真でいいです。あ、わかりました。なるほどね。でもちょっとスプーン入れちゃったからな。そうね、ちょっと預かってもらおうかな。俺も入れちゃったよ、ちょっとティッシュ、うん、あ、でもまあこのスプーンも、あ、スプーン入れた方がいいの。あ、大丈夫、この辺で撮っとはい、インサート撮れましたけど、インサート撮れました、はい、はい、ここからですかね。はい、うん、こういう感じで、じゃあ早速いただきたいと思います、はい、もう食べようとしてるじゃん、たくみさん。待たなきゃダメだこれね。うん、一人ずつ、だってカメラは1台しかないんで、まず本当はこっちを撮って、カメラはこっちなんで、一緒に撮っちゃうとこう引きで撮るしかなくなっちゃうじゃないですか。すいません。そうなんですよ。じゃあまず赤輪から、はい、いただきます。これでちゃんとお肉も乗せるのがポイントらしいですよ。あー、確かにね。そう、ビジュアルがちょっとこう赤いから辛いかなって思いながら食べたんですけど、うん、お肉もしっかりこうゴロって入ってるし、うん、あと多分分かった、この赤いのはトマトです。おー、ちょっと酸味があってさっぱりしてるタイプのカレー、うん、はいはいはい、うん、辛さじゃないんだ、うん、うん、トマトの赤だったんだね、はい、っていう、まあ一括りの今こんな人でした、うん、さあ、たくみさんはどうやるか、はい、じゃあいきます。お肉も乗せて、お肉も乗せてね、はい、お肉何なんですかねこれね、なんかなんだろう、ポークかな。いきます。あ、これやっちゃ、やんない方がいいらしいですよやりすぎここでいいんですよ、はい、やってるイメージあるわ。そう、あれね、うん、あんまいけないらしいですよ。うん、うん、美味しいですねこれは、うん、あの一粒から200、300ってなるって聞きますけど、うん、何が、お米が、あ、そうなんだ、うん、それが本当に一粒が甘い。あ、お米のねレポートね、ちょっとあかりごめん、はい、マイクが落ちてるわ本当はつけてないじゃんちょっと人の食レポのごめんなさい、うん、お米も美味しいってことですね。もうお米が美味しいですね、うん、うん、
なんか今日の食べトーク変だけど大丈夫ですか？不慣れな食べ横してますから、はい、今日はね、はい、美味しいもん他にも並んでますから、やったー、ぜひ食べながら。なんで唐揚げとかもあるんですかね、まあ、カレーに合いそうだからっていうのはね、多分スタッフさん考えてくれたと思います、うん、ありがとうございます。本当にお腹減ってるから美味しいわ ね、うん、なんでトマトカレーなんですかね、なんか珍しくない？トマトカレーってさ、あんまりね、なんか普通のカレーかと思いきや、うん、2人ともカレー食べましたね。怖すぎるんだけど、毒食べました？毒入れんのはチョコレートだろ。あ、そっか、そうだ、食べました？カレー、はい、美味しかったですね。美味しかったです。美味しかった。このカレーの名前教えましょうか。はい、うん、アポトキシントマトカレーです。怖い、ちっちゃくなるな。怖い、アポトキシン、アポトキシントマトカレー、本当ですか？あ、バイバイバイじゃないんですよ。スタッフさんたちがバイバイとしてる。バイバイ、はい、こちらパッケージです。すげえ。本当だ。うわ、アイちゃんの何絵が、え、怖い、後ろのアクスタみたいになっちゃう。あ、でもほん、かわいいじゃん。本当だ、アイちゃん、あ、全身でちゃんと写ってる。面白い、こんなのあるんだ、はい、あ、しかもチキンカレーだった、うん、分かった、トマトにした理由が今なんで、アポトキシンの、やんぱ、アポトキシン486の色にしたいの、これ白と赤で。あ、なるほど、今気づいた。そういうこと？そうだろ、どう考えても。そうか、そうだろ、アポトキシン風にしてるんだよ、それで。え、なんかトマトカレーが出てくるとかないんですか？関係ない、関係ない、全く、うん、え、怖、アポトキシン風トマトカレー、はい、あ、なるほど、だからビジュアルで、うん、その錠剤をイメージしてますよってことで、うん、赤いカレーにして白いご飯で、そうってことね。何が怖いって、誰も気づいてなかったことだよ、これ。でもさ、ね、すごいちゃんとさ、このさ、楕円形のお皿だから今そうなってますよ。ちょうどいいよね、うん、でこれだって丸だったらね、成立してなかったですよ。本当にそうだ、丸じゃダメだわ、絶対に。そうだね、モンスターボールカレーだもん、それは。確かに、ポケモンになっちゃう。そういうことみたいですね、そういうことですよ、これ。すごい、いや、これね、おもろ、体は小さくなるならいいんだけど、うん、普通に死ぬこともあるようだから。あ、確かに、うん、運良かったら、そうそうそう、運が良くてたまたま小さくなってるだけだから、うん、あれって。あ、そうなんだ。基本毒薬を作ろうしてやってるから、証拠の残んない。怖い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 、さよなら、さよなら。え、今日そういう回怖い、や、怖いね、これ。怖い、え、でも面白い、こんなのあるんですね。ね、面白いね、コナン君カレー。はい、冷めないと食べてください。あ、確かに、はい、え、これアポトキシン入ってる後に早く食べてくださいって言われたらちょっと怖いよね。そうか、美味しい、ビジュアルで ね、 なるほどね。だからトマトカレーは珍しいなと思いました ね、 うん、味はどうですか、レトルトですけども、うん、美味しいです ね、ちゃんとトマトの酸味が効いてて美味しいです、うん、はい、これ終わる頃にはね、2人とも子供になってると思うんで、はい、うん、怖っ、怖っ、チキンですね、これ ね、 チキンでした ね、 うん、はい、うん、という理由で今日はカレーでした。うん。ちゃんと本に関係あった。ね、本に関係ないものしか出てこないと思っちゃった今。うん、怖い怖いからね。唐揚げは唐揚げですか？うん、まあでも唐揚げが出てくる作品考えたらありそうだけど。うん。唐揚げは本当に唐揚げ？よく考えてくださいね、食べる時。怖い、なんか、うわ、なんか怖い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 。疑心暗鬼になっちゃうな、ね、元ネタが分かんないと食べれないやつ、うん、今日は食に関するためトークでございますね。あ、そうなんですね、はい、あ、美味しいです。なんだろう、唐揚げは本当に唐揚げかな、なんか唐揚げの作品ってあるかな。なんか味はどうですか、なんかカレー味の唐揚げとかでもないですか？普通のちょっと竜田揚げ寄りの唐揚げの気がします。おー、うん、まあ唐揚げですね、うん、カレーによく合いますね、うん、じゃあ入れといた方がいいのかな、はい、それだけです。よかったよかった。ちょっと普通の唐揚げだもん ね、うん、なんかさすがに元ネタが分かるまで帰れないやつかと思った。おもろいですね。確かに怖かった。出されて喜んで、そう、喜んで食べ、全部元ネタあるんで分かる前に出れません。おお、面白そう。怖、水道でやりそうだね。ありそうです、うん、怖い、水道水ダウンになっちゃうの、うちのチャンネル、うん、怖いですね、それ。おいしい、よかったです。はい、結構ね、品切れ多いみたいな、ね、これね、この、え、この唐揚げ屋さんは、はい、カレー、カレー唐揚げじゃないでしょ。どういうディストピア、チキンの手出しだった。そう、よかった。うん、うん、いい反応でした。うん、ちょっとこういうね、食の案件もしたいですよね、うん、別に本に関わるね、食じゃなくてもいいんで、うん、あ、かゆん、もうね、うん、
うまく本と絡めますから我々の方でね、うん、もう、うんうん、いやうまそう食ってるところで、ね、美味しいですよ、うん、3つ買えばよかったなアポトキシンアポトキシン風トマトカレー美味しい。これは何ですか、ご飯の話をすればいいんですかね。じゃあこのためトークは、うん、なるほど、指示がないね、指示がない、何もこのまま。え、じゃあ怖いんだよ、まだ2の矢3の矢があるそうで。あ、そっか。最近だから一緒にあのラーメン食べた話でもします。ラーメンの話しますか。じゃあしましょうか。まあ、それはなんか本とか漫画とか関係あるんですか。何にもない。何もない気になりますね、うんまあ、あの我々のね、まあ、共通の趣味の一つが、まあ、まあ、食事。はい、食事。ここのスタジオでよく話している。美味しそうなラーメン。どこが美味しかったのか、うんうん、あとやっぱちょっとね、グルメの本がやっぱ近くにたくさんありますから、うん、見ながら、なんか置いてあってね、これはうまそうだった、うん、で我々が最近ね、その目にしてたやつは、うん、ちょっと魚介系のラーメン行きたいなという、うん、はい、情報共有してまして、ちょっと行ってみたい場所があるってことで。そうなんですよ、はい、豊洲の牡蠣ラーメン食べに行きました。そう、2人で。そうです、豊洲市場の中にある牡蠣ラーメン。牡蠣ラーメン、あの牡蠣ですか。牡蠣、はい、今、ね、びっくりしたね。贅沢なラーメンだな、うん、贅沢なラーメン、本当に、ね、だってラーメンの中に5個ぐらい普通の牡蠣が入ってて、うん、5個も5個5個鼻血出ちゃうよ。本当にね、うん、ラーメンに入れる量じゃないだろうっていう牡蠣、うん、でもあんま合いそうもないけどね。いや、ちょっとね、そのミルキーな感じになるんですよ、ラーメンがね。え、スープの元は何スープなの。塩ラーメンが、あ、はい、塩に、はい、ちょっとかき臭くなっちゃうんじゃない。かき臭くなかったんですよね、うん、美味しかったです。なんか濃厚で、うん、多分かきのいいお出汁が出てて、濃厚で美味しかったですよ、かきの出汁、うん、はあはあはあ、それを食べて、うん、でその中華料理屋さんみたいな、まあラーメン屋さんなんですけど、はい、そこがシューマイも有名だっていうから、うん、普通にシューマイも食べて、うんうん、でその日は1日遊ぶ予定だったので、はい、ビールも飲んで、うん、おー、休みだから、休みだから、うん、大人の休日だ、はい、そう、いい1日でした、うん、はい、まあ、目的があってちゃんと夜にね、そうね、はい、うん、その目的の方言っちゃってくださいよ、たくみさん。いいんですか。もちろんです。これはまあある目的がありまして、はい、まあ、どうせなら昼集合してラーメンセット食べようって言ったら来てたんですけど、うん、その日のまあゴールがありまして、うん、それはあの旦那さんのクレハさんのね、うん、まあ、明日のフリル、うん、のモデルとなったね、小説のモデルとなった、うん、なんていうんですか、ファッションブランド。そう、ファッションブランドさん、ここの、はい、これを書く上でめちゃくちゃ協力してくれたブランドさんがあって、はい、服のね、あの主題になった小説でしょ、ね、うん、そうです、はい、でそのちょっとあの展示に、うん、はい、展示会ね、クレアさんとかがあの僕をぜひあの出てきたいと言ってくれまして、うん、まあ、なぜなら僕があのあまりにも無地の服しか持ってないっていう、うん、そう、はい、あんまね、興味ないとまで言わないですけど、まあまあまあないですね、うん、実際に黒グレーみたいな、はい、家にね、普通はね、白い服は3種類でスーツ1種類でやってますから、そんあでも、はい、そんな、ね、上手みたいな、はい、まあでもなんかその以前ね、お会いした時とかに服を一瞬借りたら、うん、2人がすごくあのおだててくれ、うん、おだててたんじゃないですよ、だって似合ってたじゃないですか。似合ってる、柄も持っておくべきだと、そう、うんうん、いうことで、うん、まあ、ちょっとあのこれをいい機会だと思って、うん、いきなりそんなレベル高いところに確かに行ってみよう、トップだね、そう、うん、RBT っていうブランドなんですけど、はい、社会経験だと思って、正直その、まあ、ちょっと一番その中でも抑え気味な、まあ、トレーナーとかなんかシャツ1枚だけ買えば、まあ、ちょっと勉強になるかなと思って、なるほどなるほど、っていうのが、まあ、その日のゴールなわけですけど、うんうん、でクレアさんもまあ合流して、うん、はい、そこに行って服を見させていただきましたけども、ちょっとなんかね、面白い服たくさんあったんですよ。そう、あ、面白い、どんな面白い、あのね、それこそ明日のフリルとかでも面白い服たくさん出てくるんですけど、ね、そのなんか絶対に着てたら突っ込まれるだろうって服、はい、あります、赤リンが普段着てるやつ、そうそうそう、赤リンが普段着てる服、突っ込まれるのは好きだから、うん、何それって言われたいからうん、うん、そういうのくすぐってくれる服がたくさんありまして、うん、まあ、あの結局5着買うっていう、すごいね、すごくないですか、5着5着はユニクロでもあんまり買わないですよ。いや、もう買わないで、うん、ユニクロでも僕も買わないですよ家にある服の数だもんねしかもね、多分お安い服でもないんだろうから、まあ、まあ、特別、そうですね、うん、それはもちろんないですけど、うんうん、まあ、でもまあ価格帯としては、まあ、こういうブランドにしてはお得な価格だと思うんですけど、本当に手が出せないとかじゃないです、うん、全然普通に買える、普段服を買わない人がっていう、ね、2人の、そんなバグってないです、バグってない、バグってない、全然ね、トレーナーがね2万ちょっととか、本当にもう
それで。なるほど、はい、全然そのぐらい5着そうですね、アウターとかも買って、はい、まあまあじゃあちょっと桁1個超えるのかな、うん、はい、だから私がちょっとまあその展示会みんなで行って、たくみさんとかも含めて見てて、うん、あこれ似合うじゃんあれ似合うじゃんみたいな話をしてたんですよ、うん、はいはい、でデザイナーさんのそのアルビーティのデザイナーの鉄平さんっていう方が、うん、あデザイナーもいらっしゃる、あそうもちろんいるので、うんうん、こう説明とかしてくれるんですね、これってこういうお洋服でとか、うん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 、これこうやって見ると実はこうなんですよみたいな話とかをしてくれて、うんうん、たくみさんがすごい楽しんでて、で、ちょっと、ね、物理だったんですよ、そう、そうなの、物理だった、いや本当、え、これもういいよね話もちろんですよ、もちろん話もう出てる情報だからね、そう、近くで見たらカラーで、遠くで見たらモノクロの服買いましたそんな服あんのそう、色が変わるのすごいじゃん、すごくないですか、広角機動隊みたいな、いや本当にねそう、でもああいうのってのはその写真に撮ったら仕掛けがあるっていうのはよく最近含みますけど、うん、目で見てそう変わるんですよ、そう、なんかブラウン管のやつをイメージしてる、はい、3色で RGB だけで、まあ、色表現してるじゃないですか、昔のテレビって、うん、インターレースみたいなの、はい、それはたくさん線が入ってるんです、そういうふうに赤の、緑かなそれやってて、でもそのその3色を削ったりとかしてカラーをいろいろ表現するわけじゃないですか、うんうん、でその一方にはそのカラーを使ってて、うん、近くで見たら同じだけども一方にはかけさせてない3色を使って、うん、遠くで見たら全部混ざって黒に見えるっていう、うん、仕組みですって言われて、うん、なんじゃそりゃってなって、確かに僕も最初の時はなんじゃそりゃってなって、うん、はい、まあ面白い服だなと思ったんですけど、うん、そのクレアさんがまあ試着ぐらいはしてみましょうって、まあまあね、まあまあまあ騙されたと思ってってやったら、うん、着てみたらちょっと欲しくなってきちゃう、へ、試着に弱いからめっちゃ似合ってた、なんでどっかからのタイミングで僕が急にあの服をちゃんと着てるかもしれないねどっかでどっかのタイミングで思ったかもしれない、うん、その SNS でね、うん、オフショット撮ってくれるじゃないですか、そうそう、スタッフの人が、うん、いつも黒いなって思ってる、ね、そうね、こことかで撮ってる写真がね、うん、黒白黒グレーしか持ってなくて、うん、急にあの急に総柄リビットが入りますなるほど、はい、じゃそれはもうその展示会で買った服なんですね、ほぼそうです、ほぼそうです、はい、まあ、この日はいろいろと服を教えてもらったんですよ、でも勉強を兼ねて、はい、うん、はい、いろんなね、その銀座とかでよく私がお買い物してるお店とか行って、うん、はい、あの噂だけ聞いてますけど、はい、噂の場所行ってこられたんですね、うん、は初めて入った聖地巡礼だ、ユニクロの向かいのドーバーストリートマーケットね、でもなんかね、ました、教えてくれないとね、結構ねちょっと怖くて入れないかも、怖い怖い、そんなことないですよ、うんうん、分かんないの、価格帯とかもちょっと、まあ、確かにね、うん、でもなんか説明受けてたら全部面白く見えてきました、はい、うん、はい、社会勉強してきました、そう、なるほど、ドーバーでも一着服買ってました、はい、見せたい、ここにあるからいい、どうぞ、もちろんですすごいね、たくみさんが服にはまるの買いだから、いい、これドーバーで買った、ね、お、はい、あかりんと同じ色、そう、あかりんと同じ色、まあちょっとくしくも一色展開だったのですいません、人のあの取っちゃって色、そうなそうな、これあのここにねついてるのが SD カードだったあとインサート撮ります、ねはい、これはあのなんで買ったか、同業者にめっちゃ受けそうそうですね、うん、映像やってたら間違いなくね、はい、受けそう、うん、何百回見てるでしょこの SD カード、うん、そうですよ、もうちょっと不安になっちゃうね、そんな金具のところがむき出しで、いや本当にそう、ちょっとねいいのケース入れなくてって思ってそうそうそう、あと64ギガしかないから心もとないねっていう動画撮るにはっていうのがありまして、こういう会話のきっかけになるんだったらこれは買うしかない、しかもせっかく教えてもらったから案内してもらったんですよ、本当に ね、 そうですね、そう全部案内して、はい、私の好きなブランドこことここですよみたいな話とかして、贅沢、そう、でその中でやっぱその最近あかりもその刺さってるダブレットっていうブランドなんですけど、うん、そこにたくみさんもハマってくれたから、うん、はい、うん、いいじゃんって思ったら本当に買うっていう、だから昨日一日で、だからその展示会で5着と、うん、T シャツ1着だから6着ゲットしてる、おお、うん、いやこそんな買う日ないよね、服をないですよ、あかりもない、あかりもない、服以外も買ったからね、そう、爆買い、爆買い、爆買いお兄さんだから、だでも最初に行ったのが豊洲市場ですよ、そこからスタートだよね、そうですよ、うん、あんまり普段買い物ってもの行かないんで、ああそうか、そもそもが、そうそう、爆買いするタイミングもないですし、はい、まあなんかやっぱ見るのはでも好きなんで、うんうん、豊洲にラーメン食べたんで豊洲市場なんです、はいはい、まあ、楽しいですよね、豊洲市場もあるし、あと千客払いっていうような新しい商業施設みたいなのができてて、うん、はい、食べ歩きとかができる施設にあって、うんうんうん、洋服見るまでにちょっとあの時間潰そうということで見てたら、いいね、はい、まあなんかやっぱちょっと欲しくなっちゃうね、ね、なんかね、お出汁とかね、出汁とか、あ、そういうことね、海鮮のお出汁みたいなの買ってました、うん、あとドライフルーツも買った
あ、ドライフルーツ持ってきてくださいって言ったの。持ってくの忘れた。観光客だった。観光、本当に観光客だったわ。やっぱでもほら、東京に住んでて、あんま逆にそういう観光地って行かないじゃないですか、まあ、東京の、ね、だから本当なんか、めっちゃ楽しかったですよね、あれ。本当、ね、お買い物、お買い物だったね、豊洲。豊洲でお買い物して。二人でね、あえて東京で観光するって、はい、もうね、うん、爆買い爆買い、カバン入りきらんのがあって、最後はあの4袋紙袋持ってた。ね、爆買い、本当に。キャリーケース引きずってきてる、ね、本当に人だよ、観光客の人、ね、そんなに買うと思ってないからこっちも、うん、まあそうですよね、洋服もね、うん、勉強のためだと思ったから、うんうんうん、買って1着ぐらいのね、はい、そう、いや本当私がだってそのぐらいだろうなって思ったらなんか、うん、5着になったみたいな、5着になった、それは紹介する側も嬉しいですよね、うん、嬉しかったですね、うん、本当にすっげー喜んでくれましたね、デザイナーの人も、うん、注文を切るときに5 僕があまりにも無地の服で行ったんでうん、うん、心配されたんですよ、全身グレーだったんで、うん、そんな人がね、そんな、そう、うん、ギャップがやばいんじゃないかって、その本当に気に入ってくれるだろうかっていう心配をされて確かに、その時に注文じゃあこれお願いしますってで、うん、じゃあ以上ですねって言われて、いやあとこれとこれとこれって言ったらここですけどって言ってえもちろん全部違うんですよね、違います、あでも同じ形のスウェット2着買ってますよね、トレーナーかな、トレーナー、そうそうそう、これは本当にシンプルですよ、そう、うんうん、ここに胸元にイラストがあって横ちょっとチャックが、はいはい、それは可愛かったかな、ちょっと柄が違ったり色が違ったり、そう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 、キャラクターが違う感じね、可愛いのがね、でもそれとアウターと、そこのブルゾンと、まあ、色が変わるやつ、パンツ、そうですね、はい、全身コーディネートできます、すごい RBT さんで、ただあれそれ、うん、来るのが展示会なんですぐ着れないんですよね、夏過ぎぐらいですね、はい、秋ぐらい、でもその以前の、うん、モデルがちょっと売られてたんで、そう、ね、そう、今ちょうど出てるシーズンのやつも買ってる、じゃあ買ってすぐ持って帰れる、はい、そうそうそう、今日はその、ダブレットで買ったものと、はい、そこで、買ったもので無理やりもう今日着てきました、うん、昨日行って今日それの柄の方もぜひ、見たことない柄のアウター着てます何, の何のチャンネルなのこれ大丈夫本当にタメトークだからタメトークだか ら, タメトークだからたくみさんがファッションに目覚める回だから、まあ、でも本がきっかけだからさ、あそうですね、いいんじゃないか、明日のフリルがきっかけとなって、ね、あ, ありがとうございます、本当にだってこれだもん、今日概要欄こちら、うん、これをやりにやりに行ってもらいに行ったわけだから、うん、そうね、そう、フリルきっかけだからね、本当に、うわあ、かわいい、見たことないよ、そう柄、そうなんですよ、着たとこ見たいですね、ぜひパーカーの、ね、パーカーの上から羽織ってください、うん、パーカーオンパーカーでいいの、いいんじゃない、じゃあつないどいて、バオそうですね、なんかでもたくみさんが、いや意外と沢柄似合うと思ってたんですよ、あそう、そのうちの旦那さんのお洋服とかこうなんかこうで着せたりした時とかも似合うじゃんみたいになってたから、うんうん、そしたら本当に似合ってて、うんうん、どうするって思ったら5着、ちょっとマイクだけね、たくみさんちょっとないかもしれないけど、でもそれで一回見せてください、あかわいい、かっこいい、もっと違うね、イメージがね、え、本当に似合うよ、そう、マジで似合ってるの、うん、ちょっとやってる、似合ってる、これ気に入ってるんですよ、もう可愛いよね、それは春もいけるぐらいの暑さかな、うん、いや本当にね、だからもう今日もギリギリいけたから、今日逆にちょっと涼しいぐらいですよね、ああ今日半袖にこれ着てたからね、そうですそうです、はい、まあどっちも買ったものなんでね、うん、すぐ着たいからやっぱ、いや分かるわ、確かにすごいですよね、だから匠さんがとうとう柄をねゲットしました、ね、でマジで、うん、なんか今だけの気分っていうよりは普通に似合うから、いやそうなんですよ、ずっと今後ガラキャラで行ってほしいですね、ガラキャラで行ってほしい、ガラキャラ、まあ難しいですけど、まあその難しいです、面白いから展示会は毎回誘ってほしい、うん、もちろんです、うん、もちろんです、だからそこでのみ柄が追加されていくかもしれない、なるほどね、はい、そしたらちょうどいいバランスになりそうですよね、その柄物の RBT と普通のシンプルなパンツとか合わせてて、うんうん、確かに、でもそしたら最終的にあとたくみさんの普段着てらっしゃるスーツがどんどんあとはおしゃれ系になってくるんです、ああなんか裏地が柄物とか、そうそう、とかあとちょっとなんかよく見るとなんかこの辺めっちゃチャックついてんなとか、おあまあそれはちょっとどうなるか分かんないですけど、どうですかギャルソンとかね、そういうなんかほらセットアップ多いんで、ちょっとね変わっておしゃれな、逆にイメージと違いすぎて街中でバレないかもしれない変装、もうバチバチの柄物着てたら分かんないけど、うんうんうん、確かにそれはあるかもしれない、分かんないねあれね、うん、たくみさんスーツいたら一発だもんね、いや確かに、うん、スーツだったらたくみさんだってなりますもんね、ちなみに気づいてないけど昨日もめちゃくちゃバレてたよ、あほんあええあれじゃないですか、で豊洲じゃないですか、ね、豊洲でもバレてたよね、豊洲でバレてんの見ます、うん、てか2人いるとダメだねおかしいもんロケでしょ、まあ、2人とも普通私服ですから、はい、うん、え
でもなんかどんな感じだったんですか、遠巻きでバレス。あかりは多分あのなんかあのさ先客払いなんか店員さんがはってなってる店員さんいたから、あはってなってるなって思いながら、でどこどこラーメン屋、うん全然なんかそのまあいっぱいお店ある、ね、そうお店がいっぱいある中のうちの1個、うん、レジに立ってたお姉さん、そうそうお姉さんがね、はい、2人を見てはって顔した、これはかけない、うん、あだからあ匠さんの顔がバレたのかしらって思って、分かんなかったもん、うん、でも仕事中なんでね、そうそうそう、まあ、向こうがね店員さんだから、うん、だったのかしらって思って、うん、無事だったからバレたんだと思います、これはからだったからバレない、豊洲でバレるかついに、うん、豊洲でね、うん、まあ、多分あれはでも匠さんがですよ、あかりこうやって向いてた、いや歯が早かったから、ね、先歩いてた時にもう歯ってなってたように見えてる、そんなことあかりはなんかちょっと派手なあの紫色のアウターだったから派手な服だなって思われたんだと思います、そこで声かける勇気はないですねお二人から、いやいやそんな恥ずかしい、なんか勘違いだったら怖いじゃないですかそんなの怖い怖い怖い、生き別れの弟に似てただけかもしれないしね、確かにね、うん、まあ、ちなみに2人は嫌じゃないですもんね声かけられるの、うん、全然、まあ、でも、まあ、なんかねとてつもないなんかことにならなければ、はいはい、ね、今ね、はい、盗撮すんなみたいなね、ありますね、ありますから、そういうのだってなんか盗撮するぐらいだったら声はかけてほしいですけどね、それはもうそうですね、はい、怖いから、うん、盗撮とかされちゃったら怖いね、うん、でも、まあ、いないところに いたことになってるのが一番怖いから確かに確か昨日は豊洲いたから、うん、まあ、そのネットで豊洲って見ても会いましたってなるけど、うん、本当に分かんない情報たくさんあるから、うん、まあ、それはありますね、行ってないぞっていう、うんうん、いたみたいな、うん、その時間いたかなみたいな、いないな絶対っていう、家にいたなとかはあるかもしれない、それ怖いね、うん、まあ、似てる人って世の中にはいるって言いますからね、うん、言う、ね、いる、俺姉妹の時お前東京いたろって言ったことない、高校の頃で言われたことある怖怖電車でもそっくり怖い、ね、ドッペルゲンガー、ドッペルゲンガーだそれ、うん、そんな友達が確信して言うんだったらまあそうなんですよ、ね、本当多分それドッペルゲンガーです、知り合いはね、うん、言わないからそれは、ね、言わないですよ、うん、もうずっと本当になかなか信じてもらえないぐらい絶対お前東京いた抜け駆けすんなよとそうそうそう抜け駆けそうですね言えよみたいな東京行くなら言えよ気をつけてください、あったら死んじゃうんでね、いやそうですよ、ああいうのってあったら死んじゃうっていうか、うん、我々はノーダメでしょ、本人がじゃないの、本人が、あ本人がじゃない、本人がそのドッペルゲンガーと出会うと、うん、パーンってなるでしょ、うん、怖いね、気をつけよう、でも似てる人きっといますから、いろいろな、いるいる、うん、たまにインスタとかね、ある、うん、YouTube とかでもすっげー似てるやつ飛行機で会って肩組んで写真撮るみたいな、うん、あるなそれバズるやつだ、確かにドッペルゲンガー並みにそっくり、ヒゲの形からメガネまで一緒みたいなね、うん、あでも不思議ですよね、 D ありそう、俺かい D はありそう、 D はありそう、やっぱ、うん、D はやっぱその顔のパーツ以上にやっぱ似せる部分があるから、うんうん、メガネしてるとか、ヒゲとかね、ヒゲしてるとかね、確かに、でもこれ今初出しかもしれない、何が、 D はヒゲが生えてるんだって、割とヒゲはヒントあった気がするな、何回かね、ヒゲはあったかもな、メガネでヒゲなんだって思う、メガネがちょっと初出しかもしれない、そうね、いや ピーかな、ピーかな、ピーかもしれないピーかも、そうですね、ちょっとピーするか検討します、わ、うん、かりましたちょっと2人、はい、早くアパトキシン食べてくださいね、次のもの待ってますから、なんで、そうなんだ、はい、いいんですよ今出してもらって、いいですいい、うん、まあちょっとなんかすっきりね、うん、じゃ用意しようかな、ね、やった、うん、カップとアイス、あ、おセット、なるほどな、アポトキシンの形になってるのかな、うん、アハ体験だった、こんなに言われて、うん、いいじゃん、美味しくいただいて、うん、美味しいです、ね、はい、今日の食事、次の、え、氷だ、はい、ああああ氷が出てきました、はい、氷アイスですね、はい、うん、はい、次なる今日の飲食、こちらでございます、ドン、うん、イエーイ、来ました電気ブラ、はい、これはあかり何に出てきますか、これはあの森美さんの中の、はい、夜は短 し歩け乙女、そう、はい、まあ、あれには偽電気ブラが、ね、ブラ出てくるんですよ、はい、それの本当の方、
で2人がこうお話しして、うん、あの浅草神田か、あ浅草ですね、浅草です、はい、神谷バーで飲めるよっていう話をずっとしておりました、うん、こちら電気ブランですね、はい、これはもう苦い思い出があるわけですから、ね、僕は、はい、大学院1年生の時に行って体調崩すっていうのんで、うん、でも今思い返してみたら、うん、あいろんな要因あったかも、あなるほどね、大学院1年生の時に急にやっぱ海外の研究者が研究室にバッて来て、はいはいはい、あのそれで一緒に飲もうってなってちょっと緊張したかもしれない、あなるほど、そもそもがね、すごいおつまみまで出てきた、ね、そのお酒との相性悪かったもん、そのストレスというか緊張が、うん、飲み会でさ英語で話さなきゃいけないっていう、うわそんな無理だよ、できない、できない、当時なるほどね、その結果じゃあ今じゃあそれ以来飲んでないってこと、飲んでないってますよ、おあらまあ、だから味も覚えてないの、だから緊張感がね、飲まず嫌いみたいなもんですから、それは、うん、まあ確かにね、これでだけ体調崩すってありえないもん、まあそうですね、アルコール全部が苦手とかだったらあるけど、うん、違うもん、うん、彼似合うね、ありがとうございます、これは結構これコップで克服しよう、いいよ、そこのさお箸使ってさ入れましょうか、氷をまず、うん、何で飲みますか、ロックロックロック、ストレート、正しくは何が一番オーソドックスなんですか、ストレート、え、電気ブランってストレートがオーソドックスなの、ストレートの電気ブランがこういうなんていうのかな、カクテルグラスみたいなの入ってるんですよ、あでそれをチェイサーを生ビール置いて飲むっていうのが神谷バーの飲み方なんです、なるほどね、じゃあそれ以外にしようそれ以外にそれ以外にしよう、わかります、うん、じゃあ何ですかね、ロックがいいかね、ロックがいいな、まあ味わいわかるしね、うん、ちょっとロックで味だけ楽しんで、うん、あとはあの炭酸で割っても、確かにね、確かに、うん、炭酸で割るね、一番飲みやすそうだよね、これで一回入れてみるか、はい、電気ブランは明治の頃から浅草の代名詞とされてきたお酒です、うん、その処方は未だもって秘伝となっています、マジで、はい、いわば夢のカクテールと申しましょうかって書いてあります、もうなんか文体が小説じゃん、そう素敵ですよ、書いてある、定番のストレートロックって書いてますね、やっぱそういうことですね、ロックの名前だ、うん、トライスアップのストレートで飲んでも全然いいです、どれぐらいだと思います、こんぐらいそうだね、こんぐらい、うん、こんぐらいしとく、まあ行ってみよう、行ってみよう、別にもう今日はこの後ないから仕事ないから、うん、あの企画会でやります、いやまああの出なくてもまあ企画会議はちょっとぐらい酔ってでもまあ、うん、それが大丈夫、出るかも、ね、逆に、うん、逆に、うん、別にあの頭整理されてる人はないよ、あれはそうですよ、うん、はい、ではではお二人ちょっと色味からね、うん、綺麗な色ですね、ウイスキーみたいですね、そうですね、匂いがすごい、いやだからあれらしいですよ、なんかそのブランデーワインなど洋酒に香草を加えたカクテルで、でそれまあ作り方は秘伝、ね、そっか、一応品目としてはリキュールです、リキュール、うん、カクテルなんだね、いただきます、これカクテルなんだね、リキュール、はい、いい匂い、まあ薬味とか匂いが、そうちょっとハーブっぽい、おいしい、強いねやっぱね気になる強い、第一声強い、強いねやっぱ、まあね、まあアルコール 40% なんて、え 40% なんて、 40% でも多分ね、物によると思うんです、もっと深いのもあるのかな、すごいわ、もうこれ多分100年ぶりぐらい飲んだわ、こんな強さのやつ何歳なの100何十歳の人、100年ぶりに飲んだこの、本当ですか、このちゃんと熱いやつ、熱いやつね、はいはい、うん、カットなるやつ、ね、カットなるやつね、うん、確かにもカットなりますけど、うん、まあでもちょっと氷でなんかまろやかにしながら飲めば、ね、まろやかにしながら、まあ、視聴者の皆さんに先に言っておくと、僕はあの顔が今から赤くなりますので予言されてるんですね予言されてますめっちゃ早く赤くなるからね、ほろ、ね、酔いでも赤くなるから、そうですね、ああここであのスタジオでね、たまに終わった後にほろ酔い、これね、うん、ね、なんか出たりとかしますから ね、はい、お疲れ様会した、ね、ちょっとま珍しく飲んだら、うん、あれもう赤いですよって言われるからね、確かに、でほろ酔い持ってみたら、うん、まだめちゃ重いっていう2人ちょっとぐらいでっていう、まあ、ちょっとね、いいと水とかお茶とかと一緒に、はい、はい、とか、まああとまあ炭酸で割ったりなんとしてみたり、先にね、弱いわけじゃないんでね、多分シンプルに顔が赤くなるだけなんですね、はい、私は全くもって白いまま、うん、あかりん味はどうですか、めっちゃ美味しいです、やっぱだからちょっとハーブっぽいんですよ、うん、ハーブっぽいけど、これが何なのかは分かんない、やっぱりまあまあ秘伝ですからね、秘伝ですからね、うん、だからこのハーブっぽいのが好きで、あかりんは神谷バーで、あ本当に結構好きなんだ、うん、好きです、神谷バーではどうやって飲んでるんですか、え、でもあかりはあのそのチェイサービールはちょっとさすがに、ビールがそんなに量飲めないので、ね、うん、ああよかったよかったよ、はい、チェイサーでビールやってるかと思った
でも本当はねそれやれたら一番かっこいいですよとは思ってます。2だね、2だね、やり方がね。そうすぐ潰れちゃう。でもこれなんかいいですね、作品に出てくるものをね飲んだり食べたりするの楽しいですから、うんうん、今日はアポトキシンまで食べましたねアポトキシン食べるでいいのかな、表現として食べたな食べたな、まあ、風なんですけどね。そう、うん、まあ、でもなんかさ、うん、本当はなんかもっといっぱいあるじゃないですか、そのジブリ飯とかも、うん、あるああいうのとかでもねやってみたくても、あれ結構もう作る系になってきちゃいます。ジブリ飯はもうね、うん、チャンネル変わっちゃうわ、うん、料理人を呼ばないとね、うん、そうだね、うん、ダンジョン飯とかもねちょっと難しいしね、うん、何が食べたいですかね、漫画とかに出てくるご飯。まあでも、うん、すごいベタに言ったらやっぱワンピースのね海賊飯ね、そういう系のね、ムックンみたいなやつ。いやー、サンジが作ったやつ、うん、まあ、そうだよね普通にね、あれ美味しそう、海賊弁当だっけやっぱり漫画のご飯って美味しそうですからね。見える、美味しそう、見える、ね、あのドラゴンボールよく中華天下一武道会の会場で山盛り食うじゃないですか、うん、僕がその中華うまそう、チャーハンとかめちゃくちゃうまそう。やるか、それ山盛りにして山盛りして大丈夫、山盛りとチャーハンっていうのは YouTube で相性がいいこと証明されてるから、ね、そう、ね、まあ、それサムネにしたらね、なんか大食いのチャンネルだなってなる。そう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 、本当はそれ最近ね持っても食わないことありますけど、本当は食べますよ、本当は食べますよ、まあ、あのスタッフ総動員総動員、はい、今ここにいる総動員、うん、いけるんじゃないか、いけるか、山盛り、山盛りって何キロ、7キロ知らない、わかんない、7キロ、わかんない、なんか私最近、7キロってやばいけどね、最近見てる YouTuber さんは、うん、なんかそれこそ6、7キロぐらいのご飯を食べるお姉さんの YouTuber、 大食いね、6、7、ご飯ほんとこんなやつよ、うん、そんな食べるんですよ、やっぱだから大食いの人はだってほらプロだからさ、7キロってもう買う時の量じゃん、そうそう米を背負う感じ、そう、うん、やばいと思いますよ。だからでもまあ本当にプロだからあれですよ、真似しちゃいけませんの領域ですけど、1キロとかだったらみんなで食べるんですよね、まあギリね、1キロだったらまあほらあと大食いの男性とかだったら食べれる量ですよね、まあ頑張って、うちの D がでも大食いだから、うちの D 大食いだから、うん、完全に小食ですどんまじ雑魚なんですよどんまじ雑魚なんですよ、ほんと雑魚すぎてビビる、食べそうな見た目なのにね、ね、食べそうな見た目なのに、それがね、万博そうなのに、うん、残念な、あのここの会社でも一回忘年会で、うん、寿司の早食いっていう、そのチームで一人選出して、この部署ごとに競うっていう、そんなのやったんですか、レクリエーションがあったんですよ、うんうんうん、楽しそうね、うん、楽しそう、超楽しそうですよね、うん、楽しそう、ちゃんとプロの寿司屋さん来てくれて、え、すごい、はい、もったいね、そんなにいい寿司よ、はい、そこでまあ何十人参加するじゃないですか、うん、僕一番食えなかったですよね、それ何貫ですか、なんか1分ぐらいなのかな、ルールは細かく覚えてないんですけど、1分で何貫食えるかみたいなので、うんうん、あのほんと喉詰まらしちゃって、もうみんなに罵声を浴びられせないなお前隣の女性お前のバイク食ってるぞ、男女出てんだ、そうで、しかもチーム戦でこうリレー公式でこう繋いでるんですよ、はい、でお前の人がすごい頑張ってて、うん、でこれ勝てるかもっていうところで僕登場して、こいついけそうだなみたいな空気があったんですけど、はい、喉詰まらしていけると思ってたな、うん、いい感じにしろみたいな、そう、あれはないねっていうのを半年ぐらい言われました、ね、長っ、結構言われる、はい、トラウマあるんで、ちょっと大食い系はね、うん、やめましょう、やめましょう、そんなでも、ね、仕方ないでしょ、そのね、作中に、うん、あの出てくるご飯は大体でかいんだよ、まあそれはそう、うん、ドーンみたいなやつですよね、アカリンが大食いなんじゃない、カリンは大食いです、たくみさんより食べてますよね、マジで、マジで俺の 1.5 倍は食べるね心強い、まあ、うん、でも食べちゃうんですよすえでもあの、うん、なんていうのかな、なんていうんですか、味覚における多分飽き性だから、うん、その1個だけをずっと食べるは多分できないんですよ、はいはい、まあ、それこそチャーハン1キロとかは絶対食べれない、うん、味変しよう途中でな、ね、そう途中で味変しながらだとは思うんですけど、キムチ入れてマヨネーズ入れてな、うん、いやでもそんなですよ、言うて言うて、はい、あ、たくみさんはアポクトキシン完食できる。完食。中にもう一回。はい。そろそろ多分体の異変が出てくる。うん。確かになんか顔が赤くなってきたわ。大丈夫、照明で飛んでるから。本当？意外とね。分かんないですか？わかんない感じぐらいですかね。あ、本当。逆にね。毎回飲むか。ちょっとは。血色良くなるんだ。飲んだ状態でやります？うん。中にソーダでもやってみますか？あ、ソーダやりましょうか、うん。飲みやすいですもんね。うん、じゃあもうちょい氷入れようかな、
いいですね、お酒。あかりんはお酒は好きなんですか？ちょっとあかりん、見えると嬉しいかも。すいません。全部裏だからね。シンプルに今ナチュラルになんかあの家のリビングで作る作り方しちゃった。家では飲むんですか、あかりん？家では…でも一人では飲まないです。旦那さんが飲むときに一緒に飲みます。あ、一番いい飲み方ですね。そうです、イエーイ。たくみさん飲まないですもんね、家で。飲まない、あのノンアルコールカクテル。洒落てるな。ノンアルコールカクテルなんだ。カクテルって言うことないかも。グレナデンっていうね、グレナデンシロップね、はい、シロップが大好きでして。はあれをジンジャーエールで割った飲み物。美味しそう、洒落てるしね。それシャーリーテンプルじゃないですか、うん、シャーリーテンプル、グレナデンじゃないですかと思って、のシャーリーテンプルって出てくる飲み物で、うんうん、特別うまいと思ったことはないんだけど、あら、うん、なんかそうなんですか。そう、あのね、うん、水炊きを食べに行った時に出てきた飲み物がうますぎて、うん、それでそのお店で聞いたら、うん、グレナデンシロップこれ使ってますって言われて、同じやつをポチってジンジャーエールって。でもシャーリーテンプルのレシピ、やっぱりジンジャーエールとグレナデンシロップとレモンです。レモン、シャーリーテンプルだ。シャーリーテンプルでした。飲んでんのは。でも特定のグレナデンシロップなんですよ。あ、じゃあそれが美味しいんですね。そう、秘密 ね、秘密ね、うん、バズっちゃうからね。そう、それ飲んでますけど、うん、家でノンアルコールカクテル飲んでるって言ったらキモいなと思って言わない。そんなことない、キモくないです。赤にごめんなさい、炭酸ちょっと分けて、はい、自分のお酒何も見ない。これね、案件用なんで今日。あ、案件、あ、いつかね、やれる時用に。はい、こちらです。だってハイボールみたいにすると美味しいね。ね、美味しそう、うん、イメージでね、こういう風に、うん、あのもし案件来たら、うん、飲んでくれますよという。お酒もいけるぜって。お酒もいけるぜ、うん、そう、お酒なんて一番いいじゃん、ハイから、ハイから YouTube でお酒なんて。確かに、ね、相性が。そうだね、ちょっとお菓子がむしろ邪魔かもね。いやいや、じゃあちょっとお菓子はちょっといい感じにしましょう。これはね、手前のやつは何ですか？これなんか某出版社の人たちが遊びに来てくれてくれました、はいはい、おー、撮影に見学しに来ていただいて、ラフに来ていただける、ね、嬉しいですね。なんかラフに来てくれましたね、うん、たい焼きだそうです、ミニたい焼き。なんかちっちゃいのかな。うん、ちっちゃい、ね、かわいい、まずこっちから見せようか、うん、ちっちゃいたい焼きなんですけど、ミニたい焼き、はい、うん、で、これに、うん、尻尾にこうやってチョコついてる、チョコついてるやつもある。あー、外から、それ袋の色じゃないんだ。うん、はい、かわいい。じゃあちょっとたい焼きが出てくる作品を教えてもらっていいですか？逆にね、はい、ないですね。なんだろう、なんか、あ、違うか、なんかあの和菓子と、和菓子のあんは和菓子がいっぱい出てくる。絶対にたい焼きは、でもたい焼きじゃない、なんかもっとあれなの、ほんと和菓子屋さんの和菓子みたいな感じなんですよ、うん、上生菓子っぽいやつ。そっか、そう、はいはい、だからさ、和菓子ではないのかも、うん、ないっすか。あるんかな、あるかな。なんかたい焼きがさ、表紙になった本なかったっけ、なんかね、ないか。ほんと、一応たい焼き好きで通してるんですけど、あんまり。なんかありそうですよね、ね、たい焼きね。こうやって何出てきても作品名答えられたらかっこいいですね。それはもう無理かも、難しい。漫画でもいいっすよ。あるかな、たい焼き、うん、なんかあのコナンとかで、うん、たい焼きじゃないけど大判焼きっていうか今川焼きっていうかで、なんか地方割り出せる回あってもおかしくないよね。仮説、そういうこと。アニメオリジナルとかであるから。ありそうですけどね、うん、確かに。たい焼きな、たい焼きあんまり。なんかドラえもんはドラ焼きですもんね。そうですね、そうですね。コメントで待とう、たい焼きが出てくる作品があったら教えてください。うわ、出そうで出ないな、うん、こういうのは集合値が強いですからね。いや、集合値ですよ、ほんと、うん、まあ、なんかあるでしょうね、うん、絶対ね、うん、あの、黄色い本やったじゃん、うん、あの、あれこそ集合値だったわ。コメントえぐくないですか？えぐかったね、すごいコメント来てる、びっくりしたんですけど、うん、普段の4倍以上来ました。ああ、見たんだけど、コメント、うん、確かに持ってるわ、黄色いのって思ったもん、見てた。え、なんか参考書系が黄色いみたいな、参考書系黄色も言われてたけどさ、うん、普通になんかさ、その X とかの本見たらさ、はいはい、家にあった黄色い本ですってさ、マッキーの人たちとかいてさ、いたいた、いましたね。あ、そうか、この本も黄色かっていう気づかされました、うん、確かに、うん、これも黄色いなっていうのがいっぱいありましたね、うんうん、ありましたね。焼き食べよ、あの動画は
コメントが盛り上がったね。盛り上がりましたね。なんかあんなに盛り上がると思ってなくて、うん、ちょっとびっくりした。あれはね、どうなるかなって思ってましたもんね。ね、うん、コメントは本当過去一ですね。うん、すごい。なんで？いやもうみんな思いついたんでしょうね。うん、だから今日はね、たい焼きの書籍名コメントにいっぱい並ぶんじゃないですか。うん、本当かな、出てくるかな。うん、あの泳げたい焼きくんっていうコメントだけはやめてください。小説じゃないですからね。歌ですからね。はい、僕さっきから言いたくて言いたくてしょうがないの我慢しました。絶対言っちゃダメだと思って。溜めて言うことでもないし、ね、思いついた瞬間に言ってほしいよね。言うならね。うん、あ、美味しい。なんかちょっと人形焼きっぽい。中身は？うん、あんこです。もうあんこにチョコレートが。こっちはねチョコレートないやつの方。ああ、なるほど。ある方で。うん、美味しいわ。高見さんだって見て、これもう飲んでないもん、ここ今飲んで飲んで、もうゆっくり。ちょっとあの炭酸入れたらどうする？入れます？あ、飲みやすいですよ、うん、飲んでみよう、炭酸で割ります。そうね、割りましょう。ね、めっちゃ薄めて。そうそう、めっちゃ薄だったらもう多分飲めますよ。香りだけね、こんぐらい。ありがとう。はい、多分ほぼシャーリンテンプルですよ。違いますよ、グレナデンも入ってないし。じゃあちょっと炭酸入れた後の感想を聞きましょうか。飲みやす飲みやすい、飲みづらーと飲みやすい飲みやすい。まあそれはそうです、アルコールを薄めてるんでね、うん、そうか、うん、香りはどうですか。だいぶ香りはまああるね、でも、うん、でもなんか別に体調崩したのはなんでだろうね。やっぱだから緊張なんじゃないですか。うん、今はその気配ないですか。ないし、別にまあ特別なんか変に酔ったりしてない。よかったです。もうくれぐれもお水をね飲みながら、うん、はい、っていう話をしてるとね、はい、45分待ってますか。うそ、もうもう終わっちゃうよ。え、 どうしよう。いや、まあ別に何もないですけど。どうしようで何なんか、いやいや、すごい充実した話でしたね、今日ね。いや本当にあの最近の話だからこれ、ね、最近冒頭で話したので、ね、コメント多かったんですよ、ファッションについて一回ちゃんと話をしてって。うん、あ、まあちょこちょこ出てくるわね、中林が好きだから。お洋服大好きだから。 それを今日まとめて、しかも2人で行った展示会の話なんて最高です。そうなんですよ、本当に、うん、展示会の写真ね、あげたけども、うん、反響大きいから恥ずかしいです。何ですか、うん、恥ずかしい。ちょっとここ視聴者さん用にも、あ、後で送ってもらっていいですか。いいですよ、載せます。私と撮ってる写真はないんですけど、たくみさんだけの、たくみさんと、うん、あの旦那さんが一緒に写ってる写真、ワイワイやってたから。そうそう、クラさんは大丈夫ですか。あ、もちろんです。いつか本当面出たいってずっと言ってます、はい、むしろクラさんのアカウントでしか今僕の姿は見れない。見れない。自分が恥ずかしくて上げてないから。上げてよ、めっちゃかっこいいんですよ。え、じゃああれですよ、上げてない方にします。クラさんがツイッターに上げてない方のこっちにします。あ、違う服ね。うん、違う服の方。いいよいいよ。あ、じゃあこっちのお送りします。すごい、ここまでコンタメ見てくれた人、特別ですね。特別ですよ。こちらですよ、もう。はい、どーん。はい、すぐ閉じて。閉じないよ、これ。保存保存。スクショスクショ。スクショタイム、スクショタイム。で、あかりんが着た服のやつも載せとく。あ、いいね。どーん。こちらです。どんな、あれですか。あ、これ。そう。えぐいね、これ。え、それはあかりんが展示会で買った服。買った服。見事に注文したやつ。まあ、すごいね。さっき言ってたタイプの柄ね。そう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 。色が変わるやつ。うん、もう僕は見てないんでね、全然想像ついてない。派手なんだろうな。派手ですよ。うん。なんか、わかんない、そこの会場に、うん、2時間ぐらいだよね。2時間。結構ですね。てか、どんなお客さんいらっしゃるんですか、そういうの。うん、でもちょうどなんかちょっと関係者が多い日だったのもあって、うん。うん、国内のいろんなブランドを取り扱ってる、なんですか、通販サイトの偉い人たちとか、うんうん、前澤さんとか怖い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 、すごいな、怖い怖い怖い、 いや通販サイトといえばね、会ってみたいけど ね、うん、ね、でもなんかそういうサイトの、うんうん、をやってる人たちとか、はい、あとはセレクトショップの、はいはい、そうバイヤーさんとか、そうです、展示会なんで、そういう人たちがそこで注文をつけて、うん、それでそれを自分たちのお店で売るっていう、なるほど、ためのその注文付きに来てたりとか、うん、楽しい展示会でしたね、本当に、ね、お洋服の展示会が、うん、それ2時間いるわ、うん、2時間いたんだもんな、すごいわ、ずっと立ちっぱでこうやって見てね、喋って、うん、試着して、脱いで試着して、たくみさん同じアウター3回ぐらい着てたもん。悩んでるってこと。悩んでた、そうそう、こっちかなってこれ鏡見て一回脱いでちょっと置いて、もう一回着こなせるんかなっていう。で、僕の過去の統計上ね、一回試着したらもう買ってんだよね、
試着したら買うタイプなんですね。そうだからね断ってたの最初試着を、はいはいはい、似合ってましたもんね、うんうん、ありがとうございます。その時悩んだ末ね買われたんだから、うん、おしゃれさん楽しみですよ、うん、本当に楽しみ。それが届くのが、うん、あかりも楽しみだってあれですもん、そのたくみさんがさっき言ってたその色が変わるやつ、うん、の同じ生地で作られたワンピースあかりは買ったんですよ。おお、ペアルックみたいな。ペアルックです、うん、でちなみにあの旦那さんのクレハさんも、うん、たくみさんの全く同じ確かパンツを注文してるんですよ、うん、3人でお揃いなの今、うん、トリプルルック、うん、みんな同じ生地ゲストで来られる会があったら全員同じ服を着ます。そうですね、うん、でもあかりその時ちょっと恥ずかしいんで私だけはあの D 側にいる。なんで？いやそうだからね。そう恥ずかしいじゃね。そう恥ずかしいがちょっと共演するのちょっと恥ずかしいから。まあ、その気持ちはなんとなくわかります、ね。その時はあかりは D 側にいて。見るんですね。はい、眺めると。はい、眺めて声だけ出します。うん、そしたらもう。まあ、代わりに気づいたら出てるっていう回ある？あの四千頭身のさ、後藤たくみさんが僕の感じてた回みたいな感じで。ここ変わってるって。あいいですよ。で15分ぐらい普通にやる。いいですよ。あかりのこのパーカー着てもらいましょう、うん、確かにな。あれも結構前ですからね。そうですね、確かにね。またやってもいいかもしれない。うん、そんな感じで。じゃあ次はあかりの代わりに、うんうん、変わってるっていう松沢クレハさんがいるかに、うんうん、じゃあ次の新刊が出たら。確かに、ね、あいいじゃん。それでじゃあお願いします、うん、パーカーあるしね確かにね、うん、どういう空気感になるんだろう。だってツイッターに書かれてましたよ、ちょっと松沢クレハの名前出しすぎじゃないかって。いいだろ嫁なんだからそんなそんなことはなんかね一回見た。そんな出してる、そもそもそんなに。分かんない。いやそんな出しないと思うけどね、うん、出してるように感じてしまったのかもしれない。でもね、うん、嫁だからね出すよ。うん、うん、そりゃそうよ、本なんだから、ね、いやいや全然出してないよ。ですよね、うん、そうだよ、そうなんですよ、うん、むしろなんであかりにもっと宣伝するようにぐらいのおっさんに。テリアさんだから。そうだよ、そうもうもう、うん、話し出したら初めてじゃない、はい、ピカチュウの話してたのは。あピカチュウの話、別の収録の話ですね。そうですね、ピカチュウ ね、 そうあのね、クレハさんが今やってる脚本の、はい、アニメポケットモンスターの方のね、はい、脚本をやっておりますんでよかったら見てね。ゴリゴリ来るね、ゴリゴリ一回出てもらえばいいんだよねまあそうですね、多分知らないから視聴者。そうですね、うん、なんかなんだろう、面白お洋服好きお兄さん、お兄さん、うん、です多分ちょっとわかんない。寒ねそれ。寒ね。寒ね。うん、どっかで ね、 でねいつかやっぱ出てもらいたいですね。はい、なんかロケとかでね。はい、うん、遊びに来ていただいたりしたら。あでも次です。あれですよ、分かった。だから次のお洋服の展示会の時は、うん、本当目のカメラが来ればいい。どういう撮影なの？たくみさんのなんか Vlog みたいな感じで。そう。なんか本絡めてくれよ。いや本屋さんに行った後展示会に行きましたっていう。ああおまけ付録で、そうそうそう、付録でね、そうそうそう、そしたらありですよ、うん、あるかも、なんか楽しい動画になりそう、うん、それはいいかも。そう、たくみさんルックブックができるから、うんうん、やりたい企画あるからロケでたくさん。そうですね、うん、それでじゃあ今後はロケ、ね、ロケ増えてきますからね。そうですよ、うん、やりたいんですよ、やりたいんですよ、ね、ロケをいっぱい、ね、今年はねグッズ出したりね、うん、あのロケも増やして、はい、イベントも増やして、うん、どんどん外に出てってますね、うん、そうです、うん、より知っていただけるように頑張りましょう、はいね、はい、もう終わりなんですけど、はい、うん、あとなんかしたいこととか食べたいこと、したいこと、はい、ロケでもいいですか。ロケでしたいこと、もうこれはもうすぐしたいけど、1日でね何軒本屋回れるかっていう。あそうですよ、たくみさんがずっと言ってるやつだ、うんうん、もう企画、ね、チャレンジ企画やりましょう。やっぱそれはね本当にいいよね、うん、やってみたい。いいね、うん、多分無限に許可取り大変だなっていうのは分かってる、うん、これはね大変よ。もう全部店内行けないかもっていうやつね、うん、そう、それでもいいんですけど、いいですね、それでもね、はい、どこまでね入り口とかで行ってきますぐらいだったらいいんじゃない。うん、2店舗ぐらいは店内取らせてもらったら嬉しい、うん、ね、でなんかそれぞれ1冊ぐらい買ってね、そう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 、うん、紹介してもらうね、はい、それでどんどん増えてってなんかめちゃくちゃ重い感じ、うん、なんか最終的にそれやりたいんだよ、うん、ああ本でそれやる、本の爆買い、ああいいじゃん。わあ、なんか紙袋こうやって持ってるサムネになるやつだ。やりたいね。ね。いいね。商店街とか真ん中でこうなんかやりたいな。今あれじゃん、あかりめっちゃ本入るぜってとうとうも作ろうとしてるじゃん。え？地獄恋愛？
デザインはちょっと自分が分かんないけど、うん、本当にオリジナルグッズね。なんかね、ほらだってトートとか欲しいっていう人でもいましたよ実際。なんか、あ、本当に？やっぱりその本いっぱい入って、うん、それでも頑丈なトート欲しいって、うん、はい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 、はい、それを2つ持って、ね、一緒に立証と含めてね、あ、めっちゃいいじゃん、うん、なんかさ、それこそさ早川さんかなんかがさ、うん、早川書房、あの早川文庫は何冊入りますみたいなめちゃくちゃ大きいトートを作ってて、あ、ね、そう、あるんだ。なんか確か何十冊早川の文庫なら入りますみたいなの紹介されてて、あ、なるほど、トート、そうですそうですそうです、100人乗っても大丈夫的な、ね、そうそう感じ で、 ううで やっぱ本好きとしては本が何冊入るかって重要じゃないですか。大事です、まあまあ、まあ、そう、特に我々ね、撮影日にはね大事な話です、うん、そうですよ、私だって何冊持っていけるか、ギチギチでやってるんだから、うん、何冊でしたっけ、ちょっと値段にびっくりしたあ、いいお値段すごいんだ、はい、7920円、あ、そうだよね、うん、でもこれが確か本当にそのめっちゃ入るみたいな感じだった気がしますけどね、うん、うん、いや、これをね、本ため用に作るのはね、ちょっと私の密かな、とうとう、とうとう、はい、確かに、たくみさんの企画にジョイントします、うん、はい、デザイン案も出しましょう、あ、そうですね、はい、もう2人にね、監修していただいて、うん、マッチどれぐらいでみたいなね、え、マッチ大事、うん、どれぐらいだと思います、やっぱでもハードカバー、そうですね、うん、まあまあ、じゃあたくみさんはね、その、うん、書店1日で何件回れるか企画やりたい、やりたい、あ、ほら、早川ポケットミステリーが70冊入る、入りすぎだろ、あ、ポケットミステリーって言ってもだってな、普通に文庫本のサイズあるじゃん、うん、そうそう、ポケミス、70周年記念であるってことなんですかね、あ、そうですね、これ、うん、そうみたいです、本当もっと入りそう、じゃあね、街20センチあるわ、え、これバカデカバッグってこと、結構高さ37センチ横40、でかいでかいでかいすごいわ、でかいですね、まあまあ40、大きめのトートってこと、うん、そうですね、このぐらい、うん、結構大きい、70入るんだ、うん、やっぱだから街が大きいと入るんじゃないですか、うん、本って、あ、そうね、そう、街がちっちゃいとやっぱちょっと縦とかに入れないとなみたいになっちゃうから、最近読んだ本70銭できんじゃん、うんうん、やってみます、いや、耐久、俺はいい、俺はいい、あと、あかりこう肩にかけたりすると食い込まないやつがいいですね、うん、あ、そうですね、ちょっと幅は広い方がいいですよね、うん、やっぱりね、で、あ、うん、ちょっと丈夫な、そう、丈夫じゃないとちぎれちゃうから、どっちが、肩が紐が、紐がね、そう、肩が肩がちぎれるはね、怖い話ですよ、うん、そうだね、腕ゴトンってなっちゃうから、いや、やりたい、確かに、じゃあ、あかりも一個いいですか、はい、やりたいこと、ロケ、いや、もうロケじゃないですか、ロケの何を、なんか大きい本屋さん行きたい、ほう、じゃあ、 あれやる、東京都内の敷地面積ランキングトップ10上から順番に行ってみるっていうやつやる、楽しい、純駆動から行きます、そうですね、多分純駆動の池袋が一番大きいはず、うん、うん、そこから順に、順にで結構鬼ごっこ飲みそうだな、なんかうわ、鬼ごっこ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 、え鬼ごっこ、かくれんぼ、もう一回かくれんぼやります、うん、2人で、あー、やったねー、やりましたよね、うん、俺鬼やろうかな、あ、したら、あ、いいですよ、カメラ持って追っかけようかな、怖っ言いながら怖いなずっと画面に俺らいないんだ、そう、ずっといない、 D の声だけがずっと聞こえてる、うん、見つけたってなったらもう死に物狂いで追っかけるから、たくみさんでも足速そうですね、速そうね、運動神経良さそう、うん、もうそんな、いつの話よ、あ、全力ダッシュしたのが速かったとってさ、うん、もう俺はもう自信ないよ、でもほら、あのオフの日になんかバスケとかしてるみたいな、運動してる、なんか運動してるってね、確かに、運動するたび怪我するよ怖い怖いな、そのやっぱ頭とのギャップがあるんだよ、はいはいはい、もっとできたはずなのにって思っちゃう、だから多分ね、そういう人たちの方が怪我してる、なるほどね、うん、いや運動苦手だったけど大人になってちょっとなんかそのエクササイズを兼ねてって人は全然怪我しないんだけど、うん、はいはい、俺学生の時やってたわっていう人ほど怪我してるからわかるわ、うん、ギャップがあるね頭とのすごくそうだね、なるほどね、そこ埋まってないと危ないね、うん、やっぱねボール来た瞬間とかはね忘れんの自分の今の年齢とか忘れるシュッて忘れちゃう昔の光景を飲むうわ怖めっちゃわかる運動してないくせに運動してる人の動きしようとしてるからねちょっと怪我するの、うん、そうなんですね、うん、危ない足がもつれるってやつだね、うわ、うん、寂しいけどそうです、なるほどね、31なんで、う
なるほど、はい、大人になったんですね、はい、体もね、うん、まあじゃあ気をつけながらやりましょう、鬼ごっこ、はい、そう、一回じゃあ普通に体育館で鬼ごっこやってみます。普通の YouTube カメラなし。いやカメラなんか定点で一個置いておきましょう。なんなのなんなの、なんか楽しいかなっていうやつ、うん、普通に運動でねやってみないけどね。だって鬼ごっこはさすがにやんない。運動をなんか混ぜた企画でもいいよ。うん、それはやってみたいかも。なんかあったらいい組み合わせが、うん、あ、分かった。なんかその作品に出てくるスポーツやってみたみたいなやつ。あれじゃないの、なんか分かんない、これ超めちゃくちゃ YouTuber っぽいけど、うん、黒子のマスクで出てくる技 できるまで帰りませんっていうやつや。あー、いいっすよ、イグナイトパスやりましょう。イグナイトパスはね、もうできたって言い張ればまあ言い張ればまあこうやって飛んできたやつ、こうやって、うんうんうん、いいんじゃない。あ、いいじゃないですか。あと、すごいロングなスリーポイントシュートみたいなやつあるでしょ。はい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 、あれ絶対できない、はい、ダンクとかね、一応本ためになる、ね、なりうるよね。確かになりうりますね、うん、漫画の技検証なるなる。ああ、体張り系 YouTuber に今年はなります。じゃあ、うん、っていうか来てほしい、そういう案件がすごい言い方してるじゃん、ね、そういうのお待ちしてますっていう回ですから。お待ちしてます、そうですね、はい、こういう食べ物の案件でもできます、はい、あれ、この何かの代わりにうちの商品になるんじゃないかと思った人いいですね、はい、ぜひぜひぜひ、はい、こういう感じで、そう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 、あのできるので飲み物もね、飲み物もありますし、そうです、今の競合とかないです、はい、ない今の、確かにないんで。本当は武部さん、武部さんもない、飲み物、うん、怪しいじゃちょっとそこはその要相談、はい、タイミングとかによる、うん、はい、という感じでね、あの飲み物も食べ物もなんか作品、まあ、小説でも、うん、漫画でも、うん、その他もろもろ、書店さんでも何でも案件をお持ちしてます、はいはい、ということで、あ、それをだってやんなくていいんだ、うん、そうそうだ、そうだ、これためトークだ、バイバイ。ちっちゃくなっちゃった。遠くないですね、たくみさん。確かに全然飲んでないから、ほんと、確かに、うん、うん、高いんじゃない、あー、抜きません。あ、抜きた、克服しました、電気裏ね、はい、よかった。